エラフロサウルスは、ジュラ機構機に、現在のアフリカ、タンザニアに生息していたケラトサウルス類の、獣脚類恐竜の属の一つである。中型で、軽量な作りの二足歩行の雑食動物であり、生態では、体長6メートルほどであった。形態長は2点重要なところがある。一つ目は、比較的なガイドを持つものの、同程度の大きさの獣脚類に比べ非常に、 厚さの薄い胸郭を持っていた。二つ目は、比較的長い道に対して、非常に後足が短かった。系統解析の結果、ケラトサウルスに近縁であることが示され、以前考えられていたような新しい時代まで、生き残ったコエロフィシス上化であるという説は、検証されたものの、棄却されることが示唆された。俗名は古代ギリシャ語で、軽いを意味する、イプシロンダムダアルファーファイローと、 トカゲを意味するシグマアルファウプシロンローから派生しており、ほっそりとした骨格について言及したものであり、体重の軽いトカゲという意味である。1920年にベルナーヤーネン種により記載され、タイプ種はエレイフレソリス・バンバーギーである。頭と手を近畿種リムサウルスに基づいて復元したエレイフレソリス・バンバーグ部の復元図エラフロサウルスは、細長い体型で長い首を持っていた。 特徴のほとんどは、完全に近い単一の標本に基づいているものの、頭骨は発見されていない。足が短く、重脚類の中では独特であった。ポールでは調査された中で、最も胴が長く、胸郭が薄い重脚類であることが特筆されている。体長約6メートル、体高約1.5メートルで、体重は約210キログラムと推定されている。 頸骨は 608mm で 520mm の大腿骨より長く、非常に速く走れたことが示唆される。長い尾の先が下に曲がっていたが、これは化石生成時に起こったものではない可能性がある。歯に特徴があり、若い頃には歯があるが、大きくなると歯が失われ角質化した口ばっしに置き換わる。エラフロサウルスは最初、コエルルス化として記載された。当時、 コエルルスカは小型恐竜のゴミ箱分類群であった。その後、軽量な骨格と大腿骨がまっすぐで細いことから1928年にノップ社によりオルニトミムスカに分類された。より精密な検討において手はコエロフィッシスのものに近いとされた。バースボールド、マリアンスカオスモールスカなどではオルニトミムスカに分類された。 カラーノ・アンド・サンプソンやカラーノ・エトールなどより、最近の研究ではこの属は、ケラトサウルス類に分類されている。現在では、リムサウルスに最も近縁であると考えられている。以下のクラドグラムは、ディエゴ・パル・アンド・オリバー・ WM ー・エム・ラウジュットの系統解析に基づく形でエラフロサウルスの類縁関係を示してある以下の標本は長年に、 わたって、エラフロサウルスとされてきたものの、後の研究で同定が疑わしいとされたものである。希少とは、生物種を他のすべての生物から正確に識別するための解剖学的特徴の説明である。すべてではないがいくつかの希少となる特徴は、固有派生形質である。固有派生形質とはその生物種あるいは、分類群のみで獲得された。 識別可能な固有の解剖学的特徴である。ラウジュットによればエラフロサウルスは以下の特徴で識別される。エレイフレソリス・バンバーギーのタイプ標本 HMN グレーン s 三十八から四十四はタンザニアのテンダグル層のミドルダイナソーブ層で発掘された。この標本は1九百十年にベルナーやアンレムシュ、アイサリム、エイジレック及びパーキンソンにより受裂耕期、 金メリチキの灰、緑色、赤色、砂岩、泥灰岩から収集された。この標本は現在、ドイツ、ベルリンにある、フンボルト博物館に収蔵されている。金運種、おそらくは、同族が、モリソン層のストラタグラフックゾーンズ2から読んで、発見されている。住脚類の骨格はほとんど発見されておらず、発見されているものはほとんど断片である。 テンダグル層の子環境は研究の結果、非海生の動植物が含まれる海辺の環境であったことが示唆される。テンダグル層のミドルダイナソー層では、竜脚類のギラファーティタン、アウストラロドクス、ジャネイシア、トルニエリア、リクライオサウルス、アロサウルスやケラトサウルスに似た、獣脚類、カルカロドントサウルスかのベテルプリストサウルス、腱竜類のケントロサウルス、 イグアノドンティアのディサロトサウルスが発見されている。これらの恐竜のほか、ランフォリンクスなどの翼竜や、初期の哺乳類も生息していた。ポールでは、エレイフレソリス・バンバーギーは、竜脚類や腱竜類を狩るには小さすぎるため、小型で素早い長脚類を狩っていたと推定している。ニジェールとエルサレムで発見された恐竜の足跡が、エラフロサウルスに関連付けられている。この動艇は、 確定的ではないと考えられている。ありがとうございます。